市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。浜優子さん、市川猿翁さんに今度こそが本当のお別れでございます。古典舞台にスペクタル要素を取り入れたスーパー歌舞伎創設者の歌舞伎俳優市川猿翁、本名木野志正彦さんが13日午前6時55分不整脈のため都内で死去しました。長きにわたり闘病生活を送っていらっしゃいましたが、驚きました。中車、團子、澤瀉屋一門の活躍をお感じになり安心して行かれたのだと思います。本当によく頑張ってくださいました。これからは戦火より中車、團子、澤瀉屋一門をずっとお見守りください。偉大なる歌舞伎役者、安らかにお休みくださいませ。私は今度こそが本当のお別れでございます。浜優子。猿翁さんと浜さんは1965年に結婚、香川さんが誕生しましたが1年余りで別居生活に入り68年に離婚。息子の香川さんは浜さんが引き取りました。夫婦仲に溝ができた原因は日本舞踊藤間流名取り、後に紫派藤間流を創始して家元で16歳年上の女優藤間紫さんとの猿翁さんのダブル不倫でした。藤間さんの離婚が85年に成立し、猿翁さんは2000年に藤間さんと再婚しました。香川さんは89年に俳優デビュー、25歳になった香川さんが猿翁さんの公演先に会いに行きましたが、猿翁さんは私は家庭と決別した瞬間から蘇生したのです、だから今の僕とあなたとは何の関わりもない、あなたは息子ではありません、今後二度と会うことはありませんと突き放したことで知られています。ですが2011年9月自身の2代目猿翁香川さんが市川中車を襲名する際の会見には同席し、40年以上断絶していたとは思えない親子の姿を見せました。その際、猿翁さんは浜さんありがとう、恩師の彼方にありがとうと浜さんに感謝の言葉を述べたことが大きな話題となっていました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。